皆さんおはようございます、台風ね、それてくれてよかったですね。でもね、その余波でね、今朝はまだどんよりした天気ですし、さっきね、一応朝練出かけたんですけど、まあ撮影できるような状態じゃなかったんでね、ちょこっとね、まあ、荒れた海っていうか、さほど台風の時みたいにめちゃめちゃ荒れてるわけじゃないんですけども、まあ、余波でね、少し荒れてる海を撮りましたんで、それをね、後で貼っておきます。でね、もうにもかかわらずね、朝の5時からね、ウィンドサーファーがもうね、出廷のね、準備してましたよ。で、今頃もう海出てんじゃないですかね。まあ風があって、で今北風なんですよね。割と安定した風なんで、まあ、でしかもちょっと沖の方にもね、うねりがあったりして、沖でブレイクしたりしてるんでね、あの、まあ上級者にはね、面白いでしょうね。まだ水も暖かいですから、まあね、マリンスポーツやってる人はね。でも結局マリンスポーツってね、だから自己責任なんですよね。今一歩間違えば本当にね、今日なんか誰も他にウィンドサーファー入ってませんから、まあ一歩間違えばね、死んじゃって誰も気づかないっていう状態もあるんですよね。だからまあマリンスポーツはね、やはり自己責任ですやられる方ね。であと、まあマリンスポーツでその船とかね、ボートとかに乗る場合には、まあ一応キャプテンっていうのがいてね、このキャプテンの判断に、まあそのクルーっていうかね、乗員は、まあ命を預けるわけですよね。だからまあね、この船に乗るかどうしようかっていう時にはね、そのキャプテンがどういうキャプテンかね、よく見極めた方がいいですよ。でちょっとでも不安があったらやめた方がいいですよ。死にますから、これはまあ、 あの船だけじゃなくてね、会社もそうですよね。まああえてもそれ以上は言わないですけどね、まあキャプテン の、 その重要性、あとまあ自己責任っていうことについてはね、朝から何お前偉そうなこと言ってんだって怒られちゃいますけどねまあね、そういうわけで、今日は木曜日かな。まあ連休明けでね、中疲れ。でも皆さん昨日給料日だったんですかね。まあじゃあ良い月末をお過ごしください。それでは皆さん、チャオ。